すいません、融資をお願いしたいのですが、こちらでよろしいでしょうか。いらっしゃいませ、ようちゃん銀行へようこそ。ようちゃん銀行へ。どういった目的でご利用なのですか。実は写真集を出版したいと考えてるんですよ。ああ、そうなんですか。はい、写真集で、うん、なるほど、お客様の、ご職業は、何ですか。ここだけの話。はいはいはい。ちょっとアイドルをしていまして。はい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 、はい、あ、そうですか。知りませんけども冷たいどて。なんていうあれですか。NMB48 って。はいはい、知ってます知ってます。はい、はいはい、こちらで、どちらさんですか。渋谷渚です。まあ知りませんけども聞くなよ知らんかったよ。そうですか、はい、それはでも会社で出してもらえばいいんじゃないですか。最近よくみんな写真集出してて、はい、ちょっと私まで多分、はい、回らないと思うんですよ。ああ、そうなんですか。はい。回ってこない。回ってこなくて、だからもうどうしても出したいんで。なるほどね。自分で。はい。なのでお願いします。お金を貸してください。融資額は、どれぐらいお考えですか。50万で。50万で。はい。50万で写真集出せるかな。まあまあ、いいですけども、50万。そうですか。はい。返済計画はどう考えてますか。返済計画は、はい、毎日毎日、はい、500円貯金を毎日、はい、500円貯金をしてしっかり返します。はい、毎日500円貯金ってことは、はい、100日ってことですね。だからね、んちゃうな。500円貯金お5000円。全然100日です。100日じゃないですね。1000日ですね。1000日ってことは3年ぐらいってことね。はい、ちょっと3年はちょっと長いかな50万3年よ。もうちょっと早い段階に返していただけたいんですけどもね。50万で一応ローンで組みますと最終的な返済額は250万円となりますけども。高じゃあ出世払いで、頑張ります。私一生懸命って言われてましてもね、はい、抽象的やからな。なんかちょっと500円貯金とか。わかりました。はい、最後にじゃあお金を貸してほしいアピールを、僕に向かってやってください。はい、お願いしますよ。あ、やってたんかな。やってますよ今。あ、お願いします。はい、絶賛、はいはい、絶賛放送中。はい、写真集出したい。はい、ダメ。